障害があるかもしれない赤ちゃん、産みますか？やめますか？血液の検査だけでダウン症などが高い確率でわかる新型出生前診断。この医療の進歩で悩む妊娠3ヶ月のりょうさん。一番最初に妊娠おめでとうって書いてあるのを見て幸せを感じるんでしょうけど、見ると見るだけ辛くなるので。りょうさんの兄と弟2人には障害があります。そんなに怖くないんですけども。そんなに怖くないけど怖いんでしょ。りょうさんの家系には男性だけに発症する可能性がある遺伝病があるのです。兄は1歳、弟は小学校に入った頃、知的障害などがあることが分かりました。同じプールに入れたら汚いとか、ちょっと手が触れただけで店員さんがあ汚いみたいな感じでこう避けられたとか、そういうのをこう思い出したり。赤ちゃんの父親とは結婚していません。初めての妊娠、お腹の赤ちゃんは男の子でした。出産して障害が発症してっていうことがもうとても不安で、父親である男性に遺伝病のことを伝えましたが、理解されず時間に追い立てられるように中絶を選びました。赤ちゃんの3回目の命日、そのまま延命していたら今日で3歳になるんだなっていう後悔と、仕方なかったのかなっていう、複雑ですね。そして2度目の妊娠、本当なら幸せいっぱいのはずなのに、男の子か女の子か性別がわかる検診の日。今回は本当に女の子であってほしいなっていう希望で、それがクリスマスプレゼントになればいいなと思いながら。本当の女の子であってほしいんですけど、先生。まあ胎盤の位置もいいし、気になるところもない。やっぱり聞きたい。心の準備があるのと、堕胎を考えてるので。今何センチぐらいなんですか？もう体は全部出来上がってますよね。知りたい。多分ね、男の子ですよ。こっちがペニスの先。ここのところちょっと白っぽくなってるでしょ。まだ 100% とは言い切れないです。どちらが可能性が高いかと言われる？男の子か。なんか見るまで男の子だったらもう絶対堕胎だなとか思ってたんですけど、やっぱ見ちゃうと産みたいですけどね。そしてりょうさんは 3774g の男の赤ちゃんを出産しました。産むという決断を最後に支えたのは家族の存在でした。産んでほしいっていう気持ちがあったんで、産んだらって言ったんですよね。強く生きていけるんじゃないかなって気がしたんですよね。この人の親子ともども、一番大きいっていうのは産みなさいっていう言葉じゃないですか。それって大きななんか勇気につながって、自分でも決断したんじゃないかなと思うので。男の子は1歳に。今のところ障害があるかは分かっていません。よいしょ。